じゃあ、始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回キメラ、A サイドダンスっていうコンテストが、8月から始まり、最終的に全国の予選を終えてファイナル決勝を全国から集めて東京でやるんですけども、まあそれについてちょっとジャッジの方と、主催している私とでちょっと今日対談をいろいろできたらなっていうふうに思っています。じゃあまず自己紹介の方から、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ダンサー、プロフェッショナルダンサーやらせてもらってます、ヨシエです。よろしくお願いします。ファッションショーとか、イベントのプロデュースをやってます、白坂と申します。お願いします。私がキメラユニオン代表で、キメラ A サイドダンス、の、総合プロデュースもやってます、フミイラです。よろしくお願いします。お願いします。それぞれのカルチャーで、それぞれのルーツを持ってる3人がちょっといろいろな方向で喋れたらなと思うので、ちょっとまず一発目 のテーマとしては各々のシーンから、ちょっといろんなものの見方や自分たちの過去であったりとか、その過去から今に来ている流れであったりとか、もしくは今の子たちと自分たちがその時代に戻った時に考えたらどれぐらい違うのかなっていうのもちょっといろいろ喋りたいと思うんで、まあ、僕はルーツはラグビーっていうのがあって、ずっと小学校1年生からラグビーをずっとやってるんですけども、まあ、その当時ラグビーっていうマイナースポーツで、世の中には知られてなくて、健全に世界のラグビーを目指そうみたいなことを一人でやってたタイムで、イギリスのスポーツ でそれがどん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 世界に広がって日本に渡ってきたっていう意味で言うと、今回このダンスっていうのも踊りのテーマで言うと、日本って昔から盆踊りもあったりとか、はい、日舞もあったりとかいろいろある中で、この世界からこう文化がこう輸入してきて、また日本の中で独自にこう作られてきた中で、まずそのダンスっていうものが、吉田さんがスタートした時、自分がダンスの出会ってから今日までってどんな感じなのかなっていうのも聞きたいんで、小学生とかその頃体育の授業で創作ダンスっていう授業があったんですけど、それ結構好きで、みんなでこう花を表現するとか花火を表現するとかをこう仕切って、ジェさん手つないでこう一回上がって広がってっていうのがすごい、そういうのを考えて仕切ったりとかしてるタイプだったんで、でもなんか高校3年生の時にそれこそマドンナのライブビデオを見て衝撃が走りまして、そこから VHS ってやつですか、あれを擦り切れるまで見て披露するみたいな、で そしたらダンス甲子園が始まったんです。なるほどなるほど。でそこからこんなテレビでダンスを集中してる番組があるってことで、そこから、いろんなオーディション受けました。全部落ちましたけど、めちゃくちゃ下手だったんで、はい、なるほどね。そこからです、始まりは。それで結構ダンスを続けていこうってなっていったんですか。ダンサーっていう道があるなんて全く想像してないし、会社に入ってバリバリ働くキャリアウーマンになりたいみたいな感じで就職したんです。高校卒業して商業高校だったんで、で、働きながらダンスやってたんですよ。しっかり働いてレッスン受けに行くみたいな毎日。なるほど。からあれだんだんちょっと気持ちがダンスの方に向いてって、この昼間の時間も練習してる仲間がいて、私はこのままではいいのかみたいになって、週に12本ぐらいレッスン通ってたんですけど、 OL しながら。なるほど。でもそこ辞めてニューヨーク行きますって嘘ついて全然日本福岡にいて、そのビーバップクルーというすごい先輩方の下でまずは練習生みたいな感じから、そこからどんどんプロになっていくって感じですね。一回社会出てからの、そうです、 OL でした。カムバックというものなんですね。はい、それでも良かった気がします。私は小学校1年生からもうそれこそ大学卒業するまでずっと陸上をやってて、長距離とかなんですけど、まあその中でずっとこう陸上競技って本当に朝早く起きてもう規則正しい生活っていうのをもうどれぐらいこう継続してできるかみたいなところがすごい重要だったりするんですけど、なんかそれに対してすごいこう
小さい世界っていうところが自分の中で、まあ、嫌になり始めた時期でもあって、で当時その大学3年生からの時にアメリカに留学をしてるお友達ができて、ですごい眩しく見えたんですよね。で、そんな世界があるんだっていうのをやっぱその彼が教えてくれて、でもうこの陸上生活っていうところに、まあ、一回ピリオドをつけて、大学卒業してからアメリカのロサンゼルスの方に留学をしました。でアメリカ行ったら、当然学校に入るんですけど、まあ、学校には全然行かず、その友達がたまたまその向こうで、クラブをやってて、でそのクラブのお手伝いを一緒にオーガナイズして、いうところを、まあ、海外の生活としてこう楽しんでいたんですね。ですごい実はそこのクラブの、まあ、運営が面白くて、まあ、お友達誘ったりとか自分たちでその DJ をブッキングしたりとか、で、まあ、みんなが楽しんでくれるみたいなところがすごい新しい世界に踏み入れて、きらびやかなところでいる自分がなんかすごい楽しく思えて、で職業というか仕事にするならこういうイベントの携わりたい、なんか人をこう感動させたい楽しませたいみたいなところから一回イベントを極めようと思って日本で帰国をして、で今のファッションショーの制作会社なんですけど、ところに、まあ、就職して今の地におります。多分普通にできない人たちがここで集まっているような、ようになってるんですけど、我々の時のその各々の子供の時ってまずどういうような世界だったのか、まあ、どういうふうにして遊びがあったのかとか、何に自分たちが打ち込めたのとか、何が足りなかったのかとかっていうのが、例えばそのラグビーだとやっぱりまだまだこうマイナーで、みんな友達とやろうよって言っても簡単にできるスポーツじゃない、なんかキャッチボールしようっていう程度でなんかタックルしましょうなんてできないじゃないですか。っていう意味で言うと本当にこうやる人しか存在しないっていうか、もうドメスティックな世界っていうのがあって、共有の仕方が全く分からなかった。こんなに楽しいけどどう人に共有していいか分からなかったっていうのがあって、まあそこはすごく苦労したところなのかな。それ最初が何歳ですか？そのもう小学校1年生。小学校1年生からもう地域にはラグビースクールっていうのが、それすごいですね。幼稚園の時にその OB 線っていうのに連れて行かれて、自分の父親がバーッと走ってる姿見て、幼稚園の時にラグビーやりたいって言い出して、それから地元のそのラグビースクールに入って、じゃあ京都でってことですね。京都で僕一人だけラグビーポツンって行ったっていう学校内で一人か二人そんな環境だったんで、逆にダンスはねなかったですよ、習い事として。その当時なるほど、ね、バレエとかはあったと思うんですけど、ストリートダンス的な要素のものは、私の時代にはなるほど、はい、習い事としてはなかったから、なんかもう本当に特に変わったことは全くなくて、本当にもう普通の子供だったんですけど、まあ、今とのなんかこう対比をした時に、当然当時はもちろん携帯もなければ、友達の家には家電で電話してお母さんが出て、で何々くんいますかみたいな世界だったので、なのでまあ本当に何にもまあ面白くないというか、普通に友達と自転車で公園に行って、まあ、遊んでとか、そうですよね、みたいな。そうですね、確かにそうですね、まあ、でしかも自分は兵庫の本当に田舎に住んでたので、まあ、周りが山に囲まれてたのもあって、あ、まあ、山でそのカブトムシ取りに行ったりとか、なんか池で釣りしたりとかみたいなって、本当になんかその辺の、子供と多分同じなのかなと。結構僕それでキメラでよく言うんですけど、結構今の子たちと我々違うのかなって感じるのが、そのリアルと SNS の世界の比重が圧倒的に違うというか、古い時代の話を引っ張り出すと、毎日なら放課後がアドベンチャー、だから今日はどこのとこまでこう自転車で行けるのかとか、常に未知の世界にこう出会ってそれを食らいながらっていうのが、まあ、今の子たちって簡単に情報が手に入って、やっぱちっちゃい頃から世の中が見えてってなった時に、なんかそれって逆にどんな風に今キッズとかもまあ触れる機会もあるじゃないですか、どうなんですかね、何が良くて何が長けてくるのかとか、これは長けてくるけどこれは衰えてくるのかなとか、能力的に人間的なもののっていうのは感じるんですけど、なんかさっき聞いてて、いや私はそのマドンナを覚えて、
踊ってって言われる、うん、要はそのみんなの前でアウトプットできる場所があって、うん、それを楽しみにやりましょうっていうのと、僕は逆に今子供たちってすごく習い事多くなっちゃったじゃないですか。あ、確かに。ってなった時に習いに行くところがなんかゴールになっちゃって、うん、実はそのアウトプットをどういう風にしていくかっていう場所がやっぱりなくて、確かに。なんかそこがそのリアルとして遊んでる場所よりはなんかこうインプットしてインプットしてインプット受け身だと思う、うん、っていう部分がすごく違うのかなっていうのは、特になんかこうここの世代はないからこそなんかこう泣き出しのこのものを夢膨らましてアウトプットどこまで作って遊ぶかとか冒険みたいな部分もそうですけど、なんかそこの部分はすごく触ってて違うの、うん、まあ良さもあるんですけどね、理解力が早いとか応用能力とかその情報処理能力は我々の世代からしたらとんでもないことやってるじゃないですか、うん、まあそこが触れるわ、もうタブレットで何でもしちゃうわっていう部分で言うと、はい、逆になんかこう我々だからこそなんか言ってあげられることって何かありますか、うん、なんかそれでいくと先ほどおっしゃったみたいになんかその簡単に今情報が手に入るじゃないですか、うんうん、で我々の時って当然それがもうもちろんなかったから多分外で遊びに行ってみたいなところだと思うんですけど、外に行くと多分いろんな危険っていっぱいあって、そのそれこそ山に行けばもう切り傷もあればこけるし、でもそういうところでなんかそういう五感を使ってというか目で見てなんか匂いを嗅いで肌で触ってみたいなところで多分得てくるなんかその危険回避能力みたいなのって絶対あると思うんですね、うん、でもそれが今やこれで多分全部理解ができて、うん、いろんな情報がこれで得れて、で頭でっかちに多分なってきちゃうんじゃないか、うん、本当はどうなのかが分からず、うん、でも本当はもちろん危険だけれども、そこに対してなんだろう面白さもあって、なんだろうな、自分の体験から得るものがどん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 多分少なくなってくる、だから本当にあの情報としては入ってくるんだけれども、実際がどうかどうかが分からないっていう、そのリアルとっていうところの乖離はなんかすごい今の子たちっていう言い方が正しいか分からないですけど、あるのかなっていうふうに感じますね、我々の世代とは。私も同じ意見なんですけど、なんだけど逆それと同時に逆に子供の時から音編集ができて映像編集ができて自分で YouTube 発信してみたいな子供いっぱいあるじゃないですか、なんかそういう部分の表現の仕方とか新しい時代なんだなっていうので面白くは見てますけどね、まあ、今ちょっとずつなんていうか自分をあの言葉としてとか、うん、クリエイトしていくことがちょっとあの違う意味で長けてきてる子もいるのかなということも感じます、ね、なるほどね。だからそういう意味で本当にこう簡単に言っちゃうと もう価値観というか考え方とか、うん、そのアプローチ もう全然違ってきてるんで、なんかそこをこうどう時代の変化とこうとはいえその今ね、例えばキッズたちがじゃあ時代の最先端を動かしてるかってまだこれ微妙な話であって、だからその、まあ、例えばファッションの世界もずっとこう回り回ってるじゃないですか、ダンスもあるじゃないですか、こう何年か周期にまた戻ってくるのかって時に、なんか今まではそれができたんだけども、これからの時にこの子たちがそのこう回ってくるサイクルが本当に来るのかなっていうのが、この中でしか存在しないのか、リアルに触れるのかとまた違うじゃないですか、ってなった時に、ああ僕はなんかそういう環境をなんか残せたら作れたらいいなっていうのもあって、この A サイドすごくこうオールジャンルで、はい、いろんな方向からできたらいいなっていうのもあったんですよ、はいはい、逆にこう自分らがこう、まあ、いい20代とかってなった時に、10代か後半から20代ですよね、なった時になんかその時に世間にどんな大人いただろうって、うん、すごい周りにはやんちゃな先輩いっぱいいたんですけど、でもそこと触れ合っていくことの喜びとか楽しさとか、うん、なんか対応能力というか、うん、それは私は今良かったなと思ってるので、うん、それこそあの厳しい学校の先生だって全然いたし、今は絶対ダメじゃないですか、とっても世の中的にそうはなりたくない、あの自分はレッスンをしてる上でもう厳しかった先輩とか全然できてないとか、いつになって思えんだみたいな厳しい世界で教えられたのが良
かったから、なるほど、ね、それは忘れずに自分も、うん、アメとムチ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 みたいなで、アメみたいな、そんな時代ですよね。はい、時代で、それは私も今もちょっとなるべく続けてます。悪くなりましたね、うん、すごい吉江さんがおっしゃってる、そのなんか、うん、あの悪い人たちもいっぱいいたっていうのはすごいよく分かって、うん、なんかもう自分の時にもすごいいて、まあ業界的に結構特殊なので、周りにいる大人たちが、かなり多分極端というか、それこそその職業柄やっぱりあのすごいハイクオリティというか、はい、あの世の中のトップであるものっていうものを、うん、とにかく今の若いうちに見ておけみたいなこう大人が多かったんですね。なのでそれこそ本当に20代の若い時からなんかパリコレに行けと、はい、でパリに行って、でそのなんだろうパーティーとかの、プランをする時にパリのカフェっていうのがどういう椅子を使ってどういうあのウェイターさんがいてみたいな人がいないとどうやってプランするのっていうのを言われて、で、まあ、それで連れてってもらったりとか、ここのホテルがいいんですっていうところを言うのに、そこのホテルに泊まらないとわからないじゃないみたいなっていうので、本当になんかその20代では体験できないようなことをたくさんやらせていただいて、あのこう上に上にやっぱこう引っ張ってもらったのは、あのすごいなんか今のなんか血となり肉となってるのかなというふうには感じますね。なるほどですね。まあ、あの本当にそういう意味で言うと、こう我々のお兄ちゃんお姉ちゃん的な人たちって、僕のイメージはすごくなんかこう兄貴姉子みたいな、こうなんかこう親分肌姉子肌というか、厳しいけどもなんかすごく最後まで面倒を見てくれるというか、まあそれこそ無知の方が多かったかもしれないけども、だけどなんか最後までこうなんか向き合ってくれたりとか、なんかこっち側がこう逃げようとしても逃がさずに捕まえてお前どうすんだっていうところまでおせっかいを焼く人とかが多かったりしてて、なんかこうこの流れで本当最後はじゃあ未来に急ぼくにもなってくるんですけど、我々が本当にこう次の子供たちにどういうことを残してあげられるかとか、またその子供たちがどうもっと向かう、今の現状は今の先ほど言ってたみたいに時代が変わってきても、でも例えばトライするとかチャレンジするとか何かをアグレッシブにこうこうアクションするっていうのは変わらないじゃないですか、うん、手法っていうのが変わるだけで行動原理は変わらないと思うんですよ。その時にこう大人たちがどういうふうに出られるかっていうのは僕結構すごく大事に思ってて、僕はもうすごく常に意識してるのは、大人って絶対に上に立っちゃいけないと思ってて、もう大人になった時に一番大人がやらなきゃいけないのは、例えば外に向かっては矢面で立たなきゃいけないんですよ。だからやっぱり自分たちのその町や子供たちやっていうことに考えた時には、自分だからどれだけ子供の土台側に回れるか、次この子たちがいかにジャンプしやすい環境を作れるかとかっていうのを意識していかないと、僕は結構カルチャーって全部衰退していくのかなとか、やっぱりあの我々の時代に何ができたかって、そういう偉大な先輩方が何らか道を作って後ろ歩ける場所を作ってくれて、ありがとうございますって言えたんだけども、なんか今の子たちはどっちかというとこうありがとうって本当に言える環境でできてるのかなとか、なんかそういうところがまだまだ足りてなかったりとか、与えられてることが本当に必要なものが与えられてるのか、必要なものじゃなくてなんかあたかも与えられてるだけをこなしていってるみたいな世界にちょっとなってる部分もあるのかなと思ってて、だからこそこう突拍子ないことやっても受け入れるキャパであったりとか、違う選択肢をしてもいいんだぞってやったりとか、それを受け止める度量というかこう器量が大人がもっといっぱい場所を作ってあげる、だからそういう時にはそのボン戻れっていうのもあるとは思うんですけど、なんかそこをこう自由奔放に飛び跳ねさせられるような、で、あの人たちがいたから私たちって思えるようなっていうのがすごく大事なのかなと思ってて、だから多分その場所を提供、そういう場所を提供して、うん、そういうことを企画してなんかイメージしていく立場というか、それが夢が膨らむものじゃないですか、はい、私その何て言うの、その戦場を走ってる人間というか、なんかダンサーの現役でそこにいるから、うん、自分が切り開く道としては、いや未来の子供たちにというよりは、まあ、自分がまだ子供でみたいな、なんかちょっとそれを追いかけてる状態で、その追いかけて開いていって、その高みに登った私を子供が見た時に、そのうちの何人かが、あそこに行けるんだって
思って興味を持つ子がいたらいいんじゃないぐらいのなんかそうなんですよ。でもそれは僕がすごく今言ってることと一緒で、うん、要はその吉井さんが向こうを見てるから、はい、背中追いかけられるんですよ、はいはいはい、だけど時の場合によってここにいながらこう見る人いるじゃないですか。あこうあ、はいはいはい、ってなると気が止まっちゃうんですよね。はいはい、なった時に我々の時ってもう行ききる先輩を追いかけるのが必死やったのが、あそうですね、はい、なんかおいお前らここに来いよっていうのとはちょっと違う世界なのかなっていうのがあって、そうですね、なんか本当に、まあ、本当に昨日ぐらいに子供にあの吉井さんの背中が見えなくならないように追いかけ続けまして手紙もらって、あすごい嬉しかったで、あなんかそういうことだ。本当にはなんかこう子供のこう可能性というかね、やれる可能性ってみんな持ってるんだぜって、なんかそこにみんな周りを見なきゃいけないとかビクビクする必要もないし、もうチャレンジしてみて、それでチャレンジしないとわからないし、でそれ分かったことは別にダメとかいいとかじゃなくて、それがまた次の目的に変わったりとか、また自分がどう修正したらいいのかっていうことも経験しないとわからないじゃないですか。だからそこを絶対怖がらない場所を作れたらなっていうか、そういう環境を作りたいなと思うんで、はい、なんかこう君がね、はい、わざわざいろんな思考を変えたりとか、うん、ちょっと今は違う風な見せ方してるのもなんか多様性を求めて、はい、なんかいろんな人の考え方やいろんな人の思いとかがいくらでも出していいんだよって、それみんなで見ろよ、あそれいいと思う、わーなるほどねって思える場所にしていきたいなっていうのもあるんで、なんかあのこの今日喋ったこのルーツから、また今の子たちがこれからルーツをどういうふうに作っていくのかっていうのも、なんか長く我々テーマでもしかしたら第2弾第3弾続けていけたらちょっと喋りたいなと思うんで、またあのこの後もまた第2弾も あるんで、ちょっとお付き合いよろしくお願いいたします、はい、お願いします。